直先生、はい、質問来てます。いいや、やばいぐらい講習きつすぎてしんどすぎるってなった症例ありましたか？私にとって講習はやばいとかひどいとかは絶対思わない。むしろ原因は何だろうってパッてこう集中がこうそっちに行くんで、そんしんどいとか思ったことない。ただね、すごいなるほどなと思ったのが、一人さ、すっごい可愛いママで、もうどっから見てもお兄ちゃんと可愛いわけで、彼女がさ悩んでるのが講習って言うんだよ。と思って、で虫歯はないわけ、歯周病ないわけ、おかしいなと思って内科行ってもらって、血液検査とかお腹の中全部見てもらって、全く問題がないんだって。私こんなに可愛い人の口臭治せなかったら私は歯医者って言えないなって思ったよね。でさ、どうしようかなって思った時に、その人すごいお金かけて口の中全部セラミックで治ってたんだけど、なんか治したいって思うのよ。その理由は歯とちょっとずれてんのね、そのセラミックが。でその段差がすごい気になって、ただ絶対これを治すと口臭はなくなるっていう確証はなかったわけよ。でもその正直に彼女に伝えたら、直してくれって言われて、分かったって、じゃあちょっと取るねって言ってさ、削り始めたわけ。そしたらさ、もうそのある瞬間、うわってすごい悪臭がしたわけ。お前かーって思ったよね。これを見ると、やっぱ今までも手抜いたことないけど、一秒一秒絶対私は手を抜かずやるぞって思ったかな。